皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ。この動画はまず3分で大切な言葉を覚え、次にチェックとして穴埋め問題で覚えているかどうかを調べます。そしてプラスアルファで簡単な問題を解く、これ作りになっています。今回は弥生時代についてお話します。弥生時代の弥生というのは実は土器が見つかった場所、これにちなんで弥生時代、こう呼ぶんですね。で、見つかった土器を弥生土器と言います。縄文時代も縄文土器ってありましたよね。縄文土器と弥生時代、主にどこが違うかっていうと、弥生土器は薄くて縄文土器より硬いと、こういう性質があります。では始めます。これ弥生時代、大陸から稲作と金属器、金属器というのは青銅器と鉄器ですね、これが伝わって広まっていきました。稲作というのは田んぼで稲を育ててお米を作ること、これを稲作と言います。村で協力して稲を作って石包丁という磨製石器類、これで稲の方を積んで収穫しました。これ田んぼでみんなで稲の苗を植える、そしてみんなで収穫するという、こうするので指導者が必要ですね。ですからこの時代リーダーが生まれて、身分貧富の差、これも生まれていきます。収穫した米などを蓄える高床倉庫という建物も作られました。で、稲作が広まっていくと、土地とか水をめぐる村同士の争い、これも起こるようになります。これなぜかというと、稲作って田んぼで作るでしょ。田んぼはやっぱり平らな土地ですよね。それから水を使うから水が便利に使えるところ、そういうところを奪い合うと、ね、そういう争いが起きていくんですね。それからテストによく出る3世紀の中頃、日本には邪馬台国という国があって、ここの女王卑弥呼が中国の魏に使いを送った、こういうことが分かっています。このことは中国の本魏志という本の和人伝というところに書いてあります。それからこの時代、弥生時代の遺跡として覚えておきたい、これが佐賀県の吉野ヶ里遺跡です。これとても有名な遺跡ですね。今回覚えるのは7つの言葉です。稲作、金属器、石包丁、そして高床倉庫に邪馬台国、そして女王の卑弥呼、遺跡としては佐賀県の吉野ヶ里遺跡、この7つを覚えます。ではもう一度読んでいきます。大陸から稲作と金属器、青銅器と鉄器が伝わって広まっていきます。で、村で協力して稲を作って石包丁で稲の穂を積んで収穫しました。こんな中でリーダーが生まれ、身分貧富の差、これも生まれていきます。収穫した米、これを蓄える高床倉庫という建物も作られるようになります。稲作が広まっていくと、土地や水をめぐる村同士の争い、これも起こるようになります。で、3世紀の中頃、日本には邪馬台国という国があり、女王の卑弥呼が中国の魏に使いを送っています。このことは中国の魏志の和人伝というところに書いてあります。そして弥生時代の遺跡で覚えておきたいのが佐賀県の吉野ヶ里遺跡です。では次は覚えているかどうか穴埋め問題でチェックします。下線の部分に数字が書いてありますね。一番はこことここにあるんですけど、ここには同じ言葉が入りました。私が文章を前から読んでいくので、この数字の部分に入る言葉、皆さんは先ほどのもの、これを思い出して私と一緒に言ってみてください。お願いします。では読んでいきます。大陸から稲作と金属器、青銅器と鉄器が伝わって広まっていきます。村で協力して稲を作り、石包丁で稲の穂を積んで収穫します。そういう中で
リーダーが生まれ、身分や貧富の差も出てきました。収穫した米などを蓄える高床倉庫という建物が作られます。稲作が広まっていくと、土地や水などをめぐる村同士の争いも起きるようになりました。3世紀の中頃、邪馬台国の卑弥呼が中国の魏に使いを送っています。このことは魏志の和人伝の中に書いてあります。で、弥生時代の遺跡、覚えておきたいのは佐賀県の吉野ヶ里遺跡です。もう一度やってみます。大陸から稲作と金属器、青銅器と鉄器ですね、これが伝わって広まっていきます。村で協力して稲を作り、石包丁で稲の穂を摘んで収穫します。そういう中でリーダーが生まれ、身分貧富の差が出てきます。収穫した米などを蓄える高床倉庫という建物が作られます。稲作が広まっていくと、土地や水、これをめぐる村同士の争いが起きるようになりました。3世紀の中頃、邪馬台国の女王の卑弥呼、これが中国の魏に使いを送っています。このことは魏志倭人伝の中に書いてあります。そして覚えていきたい大きたい弥生時代の遺跡、これ佐賀県の吉野ヶ里遺跡ですよね。どうですか皆さん、言えましたか？では次、プラスアルファで簡単な問題を解いてみましょう。プラスアルファで4つの質問に答えていきます。私が問題文を読んで、その後答えを言うんですけれど、答えを言う前にはいと声をかけます。皆さん、答えが分かる人はそのはいの後で私と一緒に答えを言ってみましょう。お願いします。では始めます。質問に答えましょう。1番、弥生時代に大陸から伝わってきたものは何ですか？はい、稲作と金属器。2番、収穫した米などを蓄えるために作られた建物は何ですか？はい、高床倉庫。3番、3世紀の中頃、日本にあった魏に使いを送った国は何ですか？はい、邪馬台国。これ女王卑弥呼でしたね。4番、佐賀県にある弥生時代の代表的な遺跡は何ですか？はい、吉野ヶ里遺跡。どうです、言えました？もう一度やってみますね。いきます。1番、弥生時代に大陸から伝わったものは何ですか？はい、稲作と金属器。2番、収穫した米などを蓄えるために作られた建物は何ですか？はい、高床倉庫。3番、3世紀の中頃日本にあった魏に使いを送った国は何ですか？はい、邪馬台国。4番、佐賀県にある弥生時代の代表的な遺跡は何ですか？はい、吉野ヶ里遺跡。どうです、皆さん、言えましたか？覚えていましたか？今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。